さて、今回で第2回目となります、はい、おー、来ましたね、はい、カナエの夢を叶えたい、はい、はい、第2回の、進行も進めさせていただきます。超悪サッカー新人レポーターのウッチーです。よろしくお願いします。ウッチーさん、はい、超悪サッカー TV の花、おー、やった、はい、花ですか。 NMB48 の磯カナエさんです。はい、 NMB48 の磯ちゃんこと磯カナエです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、前回は両足と頭、両膝を使ったリフティングに挑戦やりましたね、はい、やりました。どうでした？いや、苦戦しまくりましたね、本当に。結構難しめの、はい、ラスト1回、本当に、はい、その時で、ね、なんとかできたので、そこがやっぱ持ってるなと思いますね。ありがとうございます。はプロの方ということで、ありがとうございます。ということで、まあ、チャレンジされてみて、はい、ボールとの友達度はちょっと上がったり。そうですね、はい、ほんの1ミリくらい1ミリですか？いや、2ミリ、ちょっとここどんどん上げていきたいんですけど。結構練習でこう、上手さ的に上がってます。上がってますか？いや、私はちょっと自分に厳しくいきたいので。あ、なるほど、そこがじゃあもっともっとあれですね、上達のコツかもしれないです、はい、頑張ります。はい、はい、ということで、今回もサッカーの技にチャレンジしていただくんですけれども、はい、今回の課題がこちらですね。お、何ですか？はい、そうだそうだそうだ、はい、ヒールリフトからのリフティング3回をキャッチという流れを連続、はい、連続5回、連続5回、連続というところが結構そうですね、すはい、はい、いや、できるかな、これちょっと不安ですけど、はい、頑張ります、はい、はい、また今回も練習タイム20分、よかった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 、その後にまたチャレンジタイム、はい、ということで、はい、進んでいきますので、はい、頑張ります、はい、では早速練習の方に入っていきたいと思います、はい、いきまーす、はい、練習頑張ります、スタート、スタート。
5回目が今やろうかなと。あ、今からお、ということで今ちょうど20分経過したんですけど、本番でした。今の今のは練習です。なんでですかなんで練習の時に。でも練習でできるってことは本番ということですから。そうですか、はい、心臓がバクバクしてますか。ちょっと不安でまあでも前回本番でバッチリ決めていらっしゃるので、はいはい、今回もいやー簡単ですよね。これはもう4回そうですよね。落ち着いて、はい、そちらを持って、はい、丁寧にやりたいと思います。はい。ということで、また今回もチャレンジはチャレンジタイム2回用意されておりまして、はい、まあ、前回同様1回あたり3分間、はい、3分の間であれば何回でもチャレンジできますので、ぜひ5回連続頑張っていただきたいと思います、はい。なんか今回のはこの間リフティングがポンポンポンって言って結構やり直しも聞いたんですけど、はい、今回のは結構置いてやってっていうのちょっと時間がかかるので、そうなんで3分でどれだけできるのかっていうのは、はい、ちょっと勝負かな、はい、そこら辺もじゃあ意識して一回一回大事に、そうですね、はい、やっていただきたいと思います。頑張ります。はい、では本番いきますね。はい、チャレンジタイムスタート。スタートはい、なんとか落ちましたけども。はい、はい、はい、
アラウンド・ザ・ワールド、はい、からの、いや、からのなんですか、はい、アラウンド・ザ・ワールドってわかります？わかります、こう足こうやって、そうですね、これ、アラウンド・ザ・ワールドだけだったらまだ、まあ、望みはあったかなと思うんですけど、はい、からのリフティング、また3回っていうのが、いや、これは本当に満ちすぎます。これも挑戦したことないですし、いや、でも丁寧に振りますね。まずこの振り返るじゃん。いや、そんなことないです。本当にこれやったことない。ちょっと今日からもう上げてきます、これずっと。はい、こちらチャレンジに向けて、はい、まあ、練習も含めて頑張っていきたいと思います。頑張ります、はい、いやなんか練習中は正直なんですけど、はい、これちょっと無理と思っちゃった部分があったんですよ、はいはい、なかなかやったことがない挑戦だったので、はい、ヒールリフトだけはやったことあるんですが、そこからリフティングして、そこから流れで、はい、で5回連続でノーミスでやるっていうのはなかったので、はい、ちょっとできるかなっていうのは練習中もできなかったので不安、はい、になったんですけど、はい、できてちょっと自分に自信になりますね、はい、決めるタレント性というか、いやよかったー、はい、僕もちょっと今回磯さんも、はい、スキルを習得されまして、うん、ボールとの有効度がやっぱり上がったんじゃないかな。やった。僕も今回どうですか、カメラとの有効度は。1ミリぐらい1ミリぐらいですかね、頑張ります、はい、一緒に頑張りましょうね、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回もお楽しみに。さよなら、さよなら。はい、磯ちゃんからのお知らせです。NMB48 が3月26日より近畿10番勝負2019のツアーが開始します。ただいま一般発売中です。ぜひ NMB48 磯ちゃんに会いに来てください。そして私磯かなえが SNS やってますので、 Twitter、インスタの方フォローよろしくお願いします。